で、ゼロ戦の5型です。どんな足の突っ込み方ですか。いやー、ゼロ戦はかっこいいな、シルエットが。まあ、米軍機となんというか一線を画すると言いますかね、なんか国民性まで感じるものがあります。まあ、ゼロ戦のね、解説で、松井さん有名ですけども、松井さんが亡くなっていますけども、速度を落としたこのローパス素晴らしいです。皆さん拍手をお願いいたします。それでですね、これあの飛行中、お分かりになるか、または降りた時にちょっとぜひ見ていただきたいんですが、この排気管ですね、実は円盤管の排気管をその胴体の円周分に主なに排出するようにしているということです。機体側面には飛行後にこのオイルの汚れがリアルに出てくるということです。実際の排気管から出してます。そうですね、実際そのオイルがですね、胴体にこう5本の筋になるわけですよね。まあ、あのガソリンエンジンのね、まあ、ちょっと、まあ、マイナス点というかあれか、あの混ぜたオイルがあのつぶつぶになって、機体に付着するわけですけども、これはあの慣れてくるとね、グロー燃料よりも厄介じゃないです。きれいに乾きくりなり取れますしね、溶かす溶剤がないんで、オイルの場合はあるので、機体をきれいにキープすることができる。ちょっとまたあの上空ライトプレーンですか、はい、来てますので、ちょっとあの清水さんご注意ください。あれで今150ぐらいのフォースなんで、ね、十分に使っていただく余裕がありますので、さすがですね。しかしベテランフライヤーの清水さんですが、先ほども美しいバレルロールでした。なんていうかこう酒井三郎さん、うん、が乗ってるかのようなこう美しい、そしてそれでいて、きっちりと見事なあれでしたね、バレルロール。今着陸しようとしてますが、そこにね。トライクはね、はい、トライクと言います。とりあえずハンググライダーの羽にエンジンを積んだものが走ってる、飛ばしてる。ランディングギア出ましたね。まあ、トライク相手にですね、戦闘機というのも戦闘を仕掛けるわけにはいかないので、ちょっと窮屈だったと思うんですが、見事な演技を見せていただきました。足が出る、引っ込むっていう、まあ情けないっていうかね、もうちょっと前からいろんな実績があってゼロ戦に採用したのではなくて、ゼロ戦で初めて足が引っ込むものが作られたと。つまり、技術的ないろんな保障がね、ここから始まったという。はい、お美しい、美しい着陸でした。皆さん改めて拍手をお願いします。東京にお越しの清水清さんでした。FG の 73R5 と